高島市新朝市町不幸図に鎮座する神社である。旧尊社。社僧家に伝わる相場け文書によると、法映4年に、傷僧が、三門、専属領になった際、勘定されたという。大永15年に、宇じ子の葬儀が起こり、宇じ子は当神社と現在の大国主の神社に二分し、琵琶湖藩に潜座された。 その後江戸時代初期まで、両神社の霊祭は、4月初猿日に、大国主の神社で、上の御前祭、4月初鳥日に当神社で、下の御前祭と称し、神里と下郷の共同で行われていた。仙座の後は、比叡本城の陳守として、崇拝を受けた。なお、琵琶湖の増水により、たびたび陳座地が移されている。宝徳三年の、 二宮神田町での宮敷地は旧端部あった。都売により信領として、比叡本城を賜ったとされる。永二十九年の木津総建中町にも二宮として記載されている。室町時代の土豪相場三宝の一人低輪房、張馬を初代とする低輪房家が車窓家として奉仕してきた。低輪房家は、明治の神仏分離に際して相場家を名乗った。 現在は、大国主の神社社家が神職を務めている。重要な祭礼は、神職、御子、五人の宮相代、岸も前神道世話人、代表、十六人の年行事で行われる。このうち年行事は、任期四年で、各年次長男から、四、男と呼ばれる四人の男性で構成され、一年目を、前見習い、二年目を見習い、三年目を翻訳。 4年目は1年目、客人、5年目は2年目、客人と呼ぶ。4年目、5年目は、お礼奉行とも呼ばれる。また、年行事を務めた者が、宮総代になることができ、年行事と、宮総代を経験した者が、長老になる資格ができるという決まりがある。なお、長老は13人の定数となっている。ありがとうございます。